大谷ドジャース入り衝撃のオプトアウトジョークをなしにじむ覚悟にすごすぎ驚きの声エンゼルスから FA の大谷翔平投手が9日日本時間10日ドジャースと史上最高額の10年総額7億ドル約1 1 5億円で契約合意に達した代理人事務所 CAA が発表したドジャースの長年の恋心がようやく実った花巻東時代以来 メジャー挑戦の意思を持つ大谷を追い続け17年オフの米移籍の際も交渉の席に臨んだだが当時はナ・ィーグに DH がなかったこともあり良縁には恵まれなかっただからこそ大谷が FA となるコンオフへ向けサクオフから着々とした準備を続けてきた DH のマルティネスだけでなく長年の功労者でもあるエースサワン・カーショーとも1年契約を交わしたのも資金繰りに幅を持たせるためだった 13年以来11年連続でポストシーズンに進出し地区優勝10回の実績を持つドジャースも世界一はコロナで60試合に短縮された2020年だけポストシーズンを勝ち抜き本当の意味での上昇球団を築くためには不動の大黒柱が必要だったこれまで野茂英雄をはじめ前田健太ダルビッシューラ多くの日本人選手との歴史も深くロバーツ監督は日本生まれ そのロバーツ監督がトッププライオリティと明言した大谷争奪戦はドジャースにとって絶対に負けられない戦いだった大谷を口説き落としたドジャースの黄金時代はまだまだ続くに違いない米 ESPN は大谷の契約についてオプトアウト契約破棄条項は含まれていないと報じたほか複数メディアがストレートの10年契約と報じている オプトアウトは自身のコンディションや環境の変化などで選手自ら契約を破棄できる権利で一般的には契約に盛り込まれる条項しかし大谷は10年の超大型契約ながらそれを含めなかったこのままいけばドジャースで野球人生を終える可能性もあるだけに生涯ドジャースの覚悟もにじむネット上ではオプトアウトなしで10年契約とかすごすぎる契約金額がどうこうではなくて情報が確かなら 10年契約オプトアウト権なしという大谷選手の覚悟の重さに朝からずっと震えてる大谷さんの覚悟を感じますね生涯ドジャース決定かななどと驚きの声が上がった契約合意を発表したインスタグラムの投稿にも人柄が色濃く出ているファンの皆様野球関係者の皆様決断に至るまで長い時間がかかりお詫び申し上げます 次のチームにドジャースを選ぶことにしましたと決断までに時間を要したことを詫びる一文から入ったまた波乱万丈な私を支えてくれたエンゼルスのファン皆さんのサポートと声援は私にとって世界を意味していますエンゼルスで過ごした6年間は私の心に永遠に刻まれますとエンゼルスファンへ丁寧に感謝の言葉を綴った発表後巨額の契約が大きく注目されているが一方で大谷らしさがにじむ契約となった スポーツ専門サイトジアスレチックの剣道全ゼンタール記者はドジャースの贅沢税の対象となるサラリー総額を下げる目的で半分以上が後払いになると報じている大谷は後払いを自分から提案したという大谷自身は損することになるがシミュレーション通りならドジャースは24年から10年間贅沢税の対象となるサラリー総額を約1000万ドルも引き下げることができる球団はその分を補強に回し チーム強化に使うことができるお金では左右されない大谷らしい意図がうかがえる大谷翔平の1,14億円契約イギリス紙も驚きをもって報道メッシュとクリスティアーノ・ロナウドを超えたイギリス大衆紙ミラーの電子版も MLB スターがリオネル・メッシュとクリスティアーノ・ロナウドを超えると驚きをもって伝えた海を越え 野球の注目度が低い英国まで大谷の歴史的契約が報じられた同志はサッカー界のレジェンドであるロナウドとメッシを抜きスポーツ界における最高額の契約記録となると紹介大谷は5億5800万ポンドでロナウドとアルナスルは4億2750万ポンドメッシは2017年から21年までバルセロナと5億3700万ポンドだったと伝えた「正気のサタじゃない」 現役スターたちも驚嘆大谷翔平の規格外の114億円契約に反響やまずマジでやってエポックメイキングな契約にはサシモのメジャーリーガーたちも脱帽しっぱなしだ現地時間12月9日に発表となった大谷翔平のドジャース移籍に対する反響が広まっている何よりも驚くべきは歴史に残る規模となった契約だ後払いの利子分を含めているものの 10年総額7億ドルはまさに規格外去る11月2日に正式に FA を公示されて以来水面下で進み続け球界全体を巻き込んだ関心事となっていた交渉がようやく終わりを迎えたただ誰もが予想だにしていなかった契約内容には現役メジャーリーガーたちも驚きの声を上げた MLB 公式サイトは「翔平大谷の契約がスポーツ界を魅了すると銘打った記事を掲載 その中で現役スターたちが X 旧ツイッターに投稿したコメントを紹介しているドジャース所属のキケ・ヘルナンデスは床に落ちた俺の顎を拾ってくれる会社を誰か知っていたら教えてくれと強調し古巣への大谷加入に驚きを隠せない様子だまた野球界以外にも反響は広まっているこれまで北米四大スポーツ MLBNFLNBA NHL で最高額契約10年5億300万ドル約729億円を誇っていた NFL の大スターであるパトリック・マホームズは「マジかよ」ってなってる「とにかく大谷におめでとうと言わなくちゃ」と興奮気味にツイートこれに元 NFL スターの JJ ・ワット氏が返信を送る形で2つのことをプロレベルでできるってどれだけすごいことかマジで翔平大谷は正気の沙汰じゃないと絶賛した。 さらに大の野球好きとしても知られる NBA スターのドノバン・ミッチェルも自身の X で7億ドルは本当にクレイジーだだけど彼はそれだけの価値が十分にあるよいやいやマジでやばいってと驚嘆大谷の異能さに敬意を表したスポーツの垣根を越えて大きな反響を呼んだ大谷のドジャース移籍米球界で随一の知名度を誇る上昇軍団の一員となった二刀流スターの一挙手一投足には 今後も注目が集まり続けそうだ同じ町を本拠地とするチームをまたぐ移籍に日米で大谷マニアとして知られるアナリストのベン・バーランダー氏は3つの理由を推測している米スポーツ専門局 FOX ス,スポーツの MLB 専門 X 旧 Twitter でなぜ翔平はドジャースを選んだのかベン・バーランダー氏によるとその理由は3つの単純なものだ。1勝利2 資金力3場所と題した動画が公開されているこの中でバーランダー氏は翔平はドジャースを選んだ私の意見では23の理由があると持論を口にしている一つ目は勝利だ彼は今勝ちたいんだここ数日話されていた他のチームであるブルージェイズやカブスは今勝てるのか彼らはドジャースと同じように勝つための準備がされているかと大谷が望む ヒヒリヒリししたたシーーズン終盤を戦えるチームだとした二つ目は資金力だ10年で7億ドルつまり1年で7,000万ドルこれはいくつかのチームの給与選手総年俸より高い翔平は一人でこれらのチームと同じくらい稼いでいるこれはとんでもないよとロサンゼルスという巨大マーケットを本拠地に巨額投資を行える球団であることも大きな理由だとしているそして 最後は大谷の配慮もあったのではと推測場所だ西海岸は日本にいる人たちが起きて翔平がプレーするところを見るのを容易にする彼は日本にいる人たちに寄り添う存在であり簡単に彼が野球をプレーするところを見られるようにしたかったんだこれはここドジャースにも当てはまる日本から応援するファンへの配慮として本拠地での試合中継などが見やすくなる球団を選んだのではないかとしている 野球チェコ代表も大谷ドジャース移籍を祝福素敵な投稿ジョークも面白いとネットで話題ビッグニュースに X 旧 Twitter は大谷関連ワードで大にぎわいメジャー史上やっぱりドジャース大谷ドジャース7億ドル1,015億円プロスポーツ史上大谷翔平選手ロサンゼルスドジャースなどの言葉が並びトレンド上位をほぼ独占。 世界的な関心の高さを伺わせたさらに今年の WBC で日本代表と対戦し友情が芽生えた野球チェコ代表も公式 X で来年はチェコのエクストラリーガでプレーしてくれると思っていた矢先に「わら大谷翔平選手史上最高額の契約締結おめでとうございます」と冗談交じりに祝福続けて若い野球ファンにとってこれ以上のお手本はいないだろう。 まさに史上最高の野球選手情熱喜びそして対戦相手への敬意を持ってドジャースでも頑張ってくださいとエールを送ったこれにネットからは「素敵な投稿をありがとう」「チェコ野球関係者の皆さんの大谷選手への温かいお気持ちが素敵チェコの皆さんに祝福されることはとてもうれしい」「ジョークも面白い」「このメッセージがなんとか大谷選手にも届いてほしいな」と反響を呼んだ。 思い出をありがとう翔平エンジェルス専門メディアが大谷翔平に感謝私たちはあなたを忘れません大谷翔平の新天地がロサンゼルス・ドジャースに決まったこの決定に古すロサンゼルス・エンジェルスの専門メディアヘイロー・ハングアウトは悲嘆にくれたエンジェルスは翔平大谷がアナハイムを離れることを知ってショックを受けた彼は遠くに行くつもりはなかった翔イ翔平はクロスタウンのライバルであるドジャースに加わるために 7億ドル相当の10年契約に同意した大谷のドジャースとの契約を受けエンジェルスは他の選手と共に球場に設置されていた大谷の巨大ポスターを撤去大谷はドジャースとの契約で望んでいたものほぼ全てを手に入れたエンジェルスは巨大ポスターを撤去し正式に敗北を認めたと伝えたそして同メディアは残念だがエンゼルスでのショ大谷の時代は終わった 翔平が決断を下した以上エンジェルスは前進しなければいけないできる限り多くの才能を獲得するために積極的に動かなければいけないとチームに強化を呼びかけ最後に「思い出をありがとう翔平私たちはあなたを忘れません」と感謝のメッセージを掲載した。